タイロン・コービンは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。北米男子、プロバスケットボール NBA のフェニックス・サンズのアシスタントコーチを務めている。サウスカロライナ州コロンビア出身。身長198センチメートル、体重95キログラム。デポール大学を卒業後、1985年2巡目35位で、サイアントニオス・パーズより指名を受け。 NBA プレイヤーとなった。2シーズンをスパーズで過ごした後、ジャーニーマンとして8チームを渡り歩き16シーズンプレーし、トロントラプターズを最後に引退した。NBA 通算成績は1065試合に出場し、9766得点、5046リバウンド、1228スティールを記録している。2004年から、 ユタジャズのジェリー・スローンのもとで2011年までアシスタントコーチを務め、ジェリー・スローンのシーズン途中の対談に伴い、ヘッドコーチに昇格した。翌年のシーズンは、ウェスタンカンファレンス8位に滑り込み、プレーオフ進出を果たすが、ファーストラウンドでスパーズにスイープされた。2012から2013年は43勝39敗と、勝ち越したものの成功到底と言われる。 ウェスタンカンファレンスではプレーオフに出場することはできなかった。2013から2014シーズンはアルジェファーソン、ポール・ミルサップの抜けたチームで若手育成のため苦戦が続き25勝57敗と大きく負け越し、次シーズンの契約は更新されなかった。2014から2015シーズンはサクラメント・キングスでアシスタントコーチを務めていたが、 12月14日にマイケル・マローン HC の解任に伴い暫定ヘッドコーチに就任。その後12月30日にシーズン終了までの契約で正式にヘッドコーチに就任したが、就任後は7勝21敗と状況を改善することができず NBA オールスターゲーム前に退任となりチームアドバイザーに転身した。2016年6月25日、 フェニックスサンズのアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。